真相突撃隊隊長の森山兄貴です。はい、この番組もですね第10回目ということで、ね、続けさせていただいておりますが、最近、ちょっとね調子が悪いですね私、ですが、今日こそはということで、今回は頑張りたいと思っております。さあ、そして、今回のゲスト隊員さんはこちらです。さやかさんです。はい、どうも、隊員のさやかです。今日はバッチももらいましたのでね。あ、そうそれ言わないと、一緒にね、はい、突撃していただける方にはですね、はいはい、もちろんこちらね、ちょっとこれアップでちっちゃいですね。こうですね。ちょっとあれして、ね、いやでもこうワンポイントでちょっとおしゃれじゃないですか、うん、おしゃれね。はい、これね、これ実ははい、ほら編集長の雲龍さんが、うん、はい、作ってくれたんですけど、はい、ね、自分で作るやつだもん、うんうん、もう遅いでしょこれできるの。確か私が10回目だよ。そうです、出た時に作るよっていう話をしてたので、作るよって言ってて、はい、やっとできましたね。おー、念願ので、前回の時は2人でね大賞ですよ、うん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 、1万発以上多分、ね、出していると思うんですけど、はいはい、ね、最近勝ってないんで今日こそは勝ちましょうね、はい、勝ってぜひこのね隊員の方を増やしたいと。そうですね、だってね、これせっかく作ってもらっても負けてばっかりじゃ、ほらみんなさ、あ、確かこれつけてるとちょっとって思っちゃう、出ないんじゃねとか思われてもね、はい、困るので、はい、さあ今日はね、じゃあ2人揃ってまた1万発ぐらい、いいですね、頑張りましょう、サクッと出しちゃいましょう、はい、じゃあいきますよ、はい、真相突撃。おはようございます。最新台大和から行ってみようか、取れちゃったから。狙うはゴジラです。あ、あった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 、ありました、よかった、びっくりしちゃった。ゴジラを取れました。あ、よさ受けですね。ちょっとこれゴジラがいいんじゃない。ゴジラ良さそうですね。ほら、みんないいじゃん。ゴジラの方がいいよ、ヤマトより。多分、あ、本当ですか、うん、ヤマト、もう黙ってたってこんな出るんだもんね、多分これで出ちゃうんだよね。うわ、50回とかだよ、すごくない。はい、ですね、寝台のヤマト、宇宙戦艦ヤマト2199バージョンです。この機種は219バージョンと199バージョンがあります。まあ、何が違うかというと、出玉の方がねちょっと、違うと思います。本当はアリアかこのヤマトで迷って、まあ、アリアはまだ空き台あるんでちょっと先にね寝台の方から打ちたいと思います。で、199バージョンで核変率が 75% の ST 継続が 85% ぐらいあると思います。まあ ST×核変機ですね。まあ199なんでね、お財布に優しいかななんて思いながら打ちますが、一応初回潜伏もあるんでそれに注意しながら打っていきたいと思います。なんか光ってるぞ。あー、なるほど、今この保留に対する、告知だったんだね、予告だったんだね。あら、今これワープしてんのかな、不思議な世界観。さあ200光年、お、ワープ継続、
すごくない3000光年って。まだ続くの。1万光年だって。マックスワープ。うわーと、よくわかんないけど、とりあえずこう薬物の完成で今テンションアップしております。ただね、この上に今緑保留じゃないですか。赤金ってあるんですよ。あと多分キリン柄もあると思うんですが、あ、フリュー玉変わった。ちなみに赤保留熱いですよ。 VS ドメルリーチ。とりあえず波動を打たないとダメじゃない。あー、普通の攻撃だとダメですね。いやー、赤保留出たんですけどね。赤ですよ、赤、ほら。いやー、やっちまったかな。はい、では私はゴジラが無事に取れましたので今から実践してみたいと思います。見るからにとても良さそうです。じゃあこれでね、無事に当たりをうまく早めにつなげられればってとこなんですけれども、ちなみに私このゴジラというコンテンツには全くもって、詳しくない。なんとなくゴジラが恐竜っぽいものだっていうことくらいしか分かりません。注目演出としては GGF ギガゴジラフェイス、このもうでっかい画面でゴジラの顔が出てくる役物があるそうなので、そこがないと当たらないって感じなのかな。どうなんだろう。さん、じゃあまあまああ、赤の同梱版出ました。今編集長が偵察に来たと思ったら、今赤のゴジラの同梱版が出たんですけど、これはね、なんか照射紙を見るとね、あのギガゴジラフェイスが出る前兆っていう風に書いてありましたけど、止まりましたよ。ほら、この怪獣王ゾーン、なんかね、これをストックするほど、チャンスになると。で、このストックするシネマっていうのが後々演出で、チャンスアップにつながるらしいので、これが出ると例えば色がランクアップしたりとか、そういうことになるそうです。で、ここで何が出るか。3、2、1、 G フラッシュ。難しいな、いっぱいあって。でもこれは G フラッシュが出るんでしょ、この後に。出ないの。あ、出ないんですねもう出たってことだったんですね、多分。あれは緑のフラッシュが G フラッシュだったんでしょうね。砂時計の保留が出ましたけど、何を意味してるのでしょう。ちょっとフラッシュも入りましたね。全部砂時計になったよ。あ、タイマーだ。そういうことか。ただちょっと秒数少なそうですね。継続的な感じかな、この感じだと。いけそうでしたね、やっぱり索敵ゾーンに。あ、でもこれ一番索敵ゾーンの中でも一番いいやつ。さらにまたタイマーがもう一個つきました。もう一回継続してくれるのかな。いけ。あ、もう一回来ました。マックス、ちょっとチャンスっぽく見えますけどね。
あ、でも一番最初に外したやつもこの会場ゾーンに来ました。これでこのストックを貯める。あ、でも掛けに、しかも保留、赤赤保留に変化で、さっき1個だけのストックだったのが2個ストックしました。ただね、このね、ストック、ゴールドストックっていう金色のあの映写機のアイコンになるパターンもあるらしくって、いや、それを考えちゃうとちょっと弱いのかなって思っちゃうんですけど、まあ多分今までで一番チャンスですよね、今日一番の赤保留で。さあ、ここで何が出ますか。あ、出た、 C フラッシュ。さっき白だけど大丈夫、さっき緑だったんで、もう出ちゃうんだ。3、2、1、後期か、ダメそう。さあ、ボタンで、はい。まあちょっとそうかなっていう気はありました。赤保留ではありますけど、ちょっとなんかね、後期って思いますね。継続するの、下。さあ、これで、ギジさん、ギジさんすると会場ゾーンに行くのかな。あ、でもストック1個ですね。もう1個、もう1個。あ、限界突破。これでなんかシアターブーストっていうものに行くもので、さらにまたもっと獲得できる。お、3つ。ただね、色がね、白いんですよ。あ、赤色変化。でも金が、金もあるんだよ。赤色変化、金が欲しいよ。まあ、3つ獲得の上に赤が2つ、なんとも言い難いですね。さあ、ここでもう出ちゃう、白いのが。タイトル色変化、まあ赤ですよね。だ、まだね、ギガゴジラフェイスが出てないですから、激震。あ、このシェイク的なものか。お、ゴジラ暴走中、ボタン色変化。いや、でもなあ、当たったすごく分かりづらいけど当たってますよね。当たった、当たった。見に行こうじゃん。あ、なるほど、八図柄で、右端揃ってたんですけど、40% の16ラウンド確変を引いたみたいですね。そう、当たりました。当たった、はい、あの運よく16ラウンド引きました。16確変、じゃあもう、もう ST、 ST 確定、はい、確定で。ああ、なるほどね、はい、あの電柱になると4ラウンドが出てくるのね。そうなんです。でも初回は優しいってことだね、うん、そうですね。ゴジラ、あれ、これアタッカー甘そうじゃん。そうですね、ここにも入ります。3個消費、こぼれがないじゃん、どこも、うんうん、ねえ、ねえ、ほんとだ。あ、でもちょっと熱そう。なにこの赤いエフェクト。ガイガン、いや、でもちょっと勝利期待度は弱そうです。真ん中ぐらいだね。真ん中、あ、でもボタン一撃、なんかいろいろありましたが、赤文字の一撃が出たので、ちょっと押してもいい。はい、いくよ、せーの、えい。お、ブルブルしてる。これは来たでしょう、ね、これもう揃ってます、図柄。まあ、私が押すときは当たるときでしょ。いやいやいやちょっと危なそうでしたけど、当たりました、よかった、当たんなかったら逃げてくんだけどな早かったですね、18回転、19回転かな。本当だよ、100回転もあるんだから、もったいないよ。そうですね、もったいない。ただ、8図柄だから通常の可能性もある。
ル4ラウンドなのかな。あ、4ラウンド引いちゃうと通常が 18%、はい、で確変が 30%。 一応確変のが多いっちゃ多いですけど、でもまあ初回16引いてるのかなりラッキーだから ね、一応そのさっき4ラウンドだったんで、もしかしたら時短かもしれないっていうのがあるんですよね。いけるかな、確変だったらいけそうな気がするんですけど、えい、よし、いやー4ですね。変えてみます、 G フォース VS 旧怪獣。あ、残り10回になると演出が変わるそうです。電車ポー、あ、テンパした。重要なことを言う前に、あ、でもちょっと熱そうですよ。頑張れ、いきたい、せーの、よっしゃー、当たった、危ない、98回転目でした。これが確変だったのかどうかはもう分かりませんが、気をつけてくださいってことなんですが、4ラウンドです。怒ってくれるんじゃないですか、これで。お、赤いきますよ、えい、うわ、キリン柄、キリン柄、キリン柄じゃない今、えい、ちょっと今キリン柄だった気がするんだけど、やっぱり、あ、赤ホルに昇格してるし、赤ホルキリン柄、もうどうしたら当たんだよ。これがもし確変だった場合、残り4回転まだ SD 状態なので、ここでちゃんと、電池保留を貯めてください。出玉2890、いや4連してね、もうちょい確率通り引けてればね、4000発ぐらい。ナオ保留で一応このうんたらガグンなんとからモード、ガグン襲来、あーレット、ここまで行くんだけど、えい、いやー、ここで反撃してもいいのね。いいよ、ここでも。眼幕を張れって言ってんだね、頑張れじゃないね。さあ反撃、おお、反撃した、いやもう展示しちゃって、波動砲演出が見たい、えい、限界突破ってあったね。あれ、おお、来た、待ってました、波動砲、これですよ、ヤマトと言ったら波動砲、あーもう満足。これが外れても当たっても思い残すことはない。当たってくれた方が嬉しいですけど、いきますよ、引けです、えい、きたー、かっこいい、やりましたよ、やっぱり波動砲だね。さっき今ゴズーガラで当たったんで7、7、あ、5、5、5、5、5、いらない、5いらない、あらららら、さあ、投資がですね3250個、
13,000円で当たりが取れました。295回転で右打ちですね。どこになるんだこれ。ダメだ、今ですねこの台実は確変率 75% あるんですけど、潜伏 ST が 25% あります。要は、確変の可能性、今潜伏の可能性が 25%、 そして確変の分は半々ですね。潜伏確変150だからね。ただ潜伏だった場合は75分の1です。150回までね ST 続くんですけど、やめられないのかというとそういうわけではございません。20回転目でね潜伏確変かどうかの示唆があります。そこまでは打ちましょう。とりあえず20回は打ちましょう。なんかクルーがどんどん集まってますけど、全員揃えば多分ねこれ潜伏 ST ってことになるのでしょう。はい、20回転しました。ここでね分かるはずです。えい、やっちまった。大枠がバイブしてます。今までこの演出はなかったですね。回転開始時のボタンバイブみたいな感じでしたけど、タイマーで継続かな。なんか弱そうだ。あ、でもタイトル赤でしたね。でもこのリーチで当たるとか、リーチラインがねこれ増えれば増えるほどまずいということらしいんですけど、さっき2ラインでした。あ、ここで増えるのか。4つ。ちょっと最大がいくつなんだろう。全図柄分あるのかな。増える。あ、さらに増えた。 1,2,3,4,5,6。 あ、結構あるよね。最大7じゃない。7だったらもう絶対当たるもんね。あ、びっくりしかもまた7だから16ラウンドです。ここの引きだけはいいんだよな。いやー、当たるもんですね。こんなんでギリギリですよ。持ち玉残り134玉。一応なんていうのかな、これは7での当たった後なので必ず ST 状態、確変状態っていうことは分かっていますので、なんとかスルーは避けたいんですよ。うん、いやー、そろそろ決めたい。58回転目、59回転目。ああ、これでバトル、また外眼。でも星の多さが大事。2.5、 一撃。あ、一撃だ。これはちょっと当てたいところ。あらら、痛いね。これはね、一撃は外したくなかったな。もうやだってば。ここね、ここに何か入ってますように、入ってますように、当たりが入ってますように。さあ、ここからおそらくこの演出。1回転、2回転目、ミラクル起きろ。3回転かな。ラスト、ここで最終回転。
あれ、もう一個、多分余分に入れてたんで、これは105回転目だから通常の変動だと思います。スルー。まあ16だったってことが、まあ、救いではありますけども。ああ、スルーしちゃいました。ですね、4つ隣ぐらいにさやかさんがいらっしゃいます。ね、ていうか初打ちだし、今日打つ予定がなかったんで全く分かりませんが、上がんない。まあ疑似練ってことでしょうね。お、赤堀まで行ってない。さやかさん。はいはい。赤堀は暑い？私1回だけ出て1回外しました。あ、そう。早速打ち始め4回転で出てんだけど。おお、多分その後のリーチとか、うん、展開次第だと思いますけど。ビオランテを撃破せよ、星 3.5。多分弱いですね。微妙。微妙だと思います。なんか横にストックしてるものとかもなければ、ね、ないね。ないですか。じゃあちょっと、さっきから熱って熱っていうのは出てるけど、ああ熱、激熱があるでしょ多分。おそらく。ただなくても当たったりはしましたけど。さあボタン押せ。えい、いやー、やられました。やっぱダメだった。後期と熱があったんだけど、復活はないか。どっちも弱そうですね、それだと。ああそう、ありがとう。はい、はい、怪獣ゾーンは大したことない。あ、怪獣ゾーンで多分フィルムをストックすると思うので、うん、そのフィルムの色と数。あ、フィルムが1個で白だと弱いですね。弱い。当たった時は3つ出て赤が2つだったんですけど。あ、じゃあただその上の金もあるんで。じゃあいっぱいあるんだね、上がね。はい、あ、これで 3-2-1 で圧だもん。ダメだよ、さっき外した圧。あ、ほんとだ、あっさり外れました。さやかさん、よく耐えてるよこんなのに。さやかさん。はい。さやかさん聞こえる？はい、はい、聞こえますよ。よく耐えてるよって言いましたね。いやいやいや、まだこの面白みがまだ分かんないんだけど。いや、意外と大丈夫です私これ。大丈夫、慣れればです。あのぼーっとしてるぐらいがちょうどいいのかな。そうですそうです、あんまり動じない感じですね。お、また赤堀来たよ。お、はい、フィルムが2つ。あ、フィルムの色はどうでしょう。白。うーん、白だと思うけど。白か。ヘドラ、公害怪獣ヘドラ、星4つ。あ、星4つ。3-2-1。はい。あ、Gフラッシュだって。Gフラッシュ、その後にイルミーパネルみたいのが。Gフラッシュ来たけどさ、緑だよ。そうなんですよ。私が打ってて、フィルム2つから出る後期と Gフラッシュが一番ダメなパターンだなって。ダメ。えい。あ、ダメだよ。思いました。ダメだった。あ、赤保留ダメですね。ダメだね。そんな出ないんですけど、ね、これ俺がダメなのかな。いや、私も赤外しましたし。いや、俺がダメなんだろこれ。今日ヤマトから引き継いで、そうですね、5回赤保留外してる。今日は赤保留の日じゃないんですね。赤保留が外れる日なんだね。もう最近赤じゃないんだね、もう。ねえ、そうなんですね。赤の時代がもう、もう赤の時代終わりましたよ、終わりましたね、皆さん。ね、赤、チェ、赤かって感じですよ。そうそうそう、金じゃないと。まあ612からだから23、4ぐらい今回ってるかな。そろそろ弾がなくなっちゃうんじゃない。もうなくなりました。はい、追加投資、追加投資してます。いいんだよ俺に合わせなくて。いや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 、そうなんです、ちょっと私気遣いなもんで。合わせてしまいました。あ、1万円でね、240ぐらい回ってきた。
まあ無駄入賞入れると250ぐらい回ってきてるから、うん、さあ怪獣ハテナ、ハテナね、何が出てくるかな。えい、あ、赤ゴジラになったよ。あ、それはあのキャラクターのゴジラですよね、うん、多分ハテナが取れると赤か金になるっぽいんですよね。あ、ほんと。でもね、フィルムが白なんだよね。あらららら、なんでフィルムの赤とか出ないんだろう。あ、でもヘドラでも星4つ。ヘドラは多分その VS 系の中では一番熱かったような気はするんですけど、ただリーチ的にはもっと上のリーチが。 G フラッシュいただきました。そしてもう一個は何だろう。いや、後期だ。後期か、出た後期。そう、出た、外れってやつ。後期と G フラッシュはな、残念ですよ。だんだんね、後期が残念に。しかもボタン、えい、あー残念だった。ちなみに俺前回もさ、はい、あのほらジャッジメントで1300、はい、単発1回、はい、いいの俺。今回も1000トータルで1000何回転回して、はい、多分大和の1回勘弁してよ、あ、赤保留だ。赤保留だって言ってもね、兄貴さんがあんなに赤保留外してるから、ちょっと未だに。いや、みんな結構赤保留外してるよ。あ、限界突破した。いいな、一回限界突破したい。はい、これでどうなるか。フィルムがいいね。フィルム3つ。あ、赤にはなるでしょ。あ、赤になりました。でも金が欲しいな。ねえ、金まで行ったら幸せだね。赤3つ出ました。赤3つ。あ、でもリーチはデストロイヤー弱いな。タイトル色変化で赤色になりました。 G フラッシュ、 G フラッシュと赤。3、2、ボタン色変化。いや、リンケージがいいんだけど、普通の、あー赤ボタンか。えい、あー外してしまいました。久々に来たと思ったんですけどね、これダメ？ダメ？ダメなんですね。限界突破でも超えられない。いや、でもなんか私この台嫌いになれないわ。本当だよ、さやかさん。意外といけちゃう口かもしれないです。さやかさんが甘い甘いよって言うから、楽しいよ楽しいよって楽しいよとちょっと思ったんですよね。結構私厳しいと思うんですけど、ジャッジはどうだろうな。ちょっと一回出るところが分かればね。そうですね。このぐらいのスペック的には悪くないと思うんだけど。そうそう、スペック表を見るスペックは、はい、そんなに悪くないと思うんだけど、ほら、あ、赤保留。赤保留。さあ、本日もう最後のチャンスになるかもしれません。っていうか、なるでしょう、多分。もう私のお金が1500円しかありませんから。違ったの声。あ、ボタン色変化、赤ボタン。いきますよ。えい、終わりました。はい、ということで本日の実戦、心折れて終了でございます。お疲れ様でした。はい、実戦終了でーす。はい、終了です。お疲れ様です。す。いやー、いろいろありましたね。ほんとね、疲れた今日は。ゴジラね、疲れるね。本当ですか。なんだろう、まあ当たりが取れなかったんでね、はい、なんとも言えませんが、
ヤマト、私ちなみに今日打ったんですよ、当たりましたよ。当たりましたね。 25% の通常出玉400個、はいね、そしてゴジラ、まあ、アリアもちょっと打ってゴジラ行って、はい、大当たりなし。今日も1200分の1ぐらい、ちょっと目標にしてましたね、1000までは。そう、前回がね1300の1になったんで、はいはい、ただね、こう回転効率がねちょっと遅いのかなっていう、ね、あ、なるほど、演出的に。ちなみにさやかさんはゴジラ1本。はい、私今日1日ゴジラ1本で打ちまして、うん、初当たり2回取れたね。さぞかし出たことでしょう。そうなんです。しかも当たり2回とも各編入ってますので。本当ですよ、はい、ね、さぞかし出たと思いでしょうが。じゃあそんなさやかさんの結果ね、はい、発表していきたいと思います。はい、はい、今日の総投資が5255個、そして最終出玉が0です。数字が、さだまが、はい、さだまマイナス5255個。残念だね。トータルの当たり何回ですか？5回。4連チャンと単発。単発スルーですね。かけんとスルーです。まあね、かけん入ってもスルーしちゃうっていうのが、そうなんですよね。かけんかけるエスティックなので。ただまあ一応そんなに66って何分の1の104回転なんで、そんなにでスルーしない方だと思うんですけどね。そうですよね、はい、でもね今日ね見る限りでは1台だけだったね、はい、勝ってそうな台がね。あ、私の隣がですね、うん、一撃で1万3000発あ出したんだ。はい、出してました。あ、そうなんだ。そうなんですよ。そっか、残念だったね。さあ、そして私なんですが、はい、私はね、ヤマト VS ゴジラで言うならばどっちもダメかな。どっちもちょっと遅いのと、ヤマトは潜伏があるんで。そうなんですよね。で、あれ今日打ったのは199バージョンで、はい、潜伏 25% なんですけど、はい、219バージョンは 50% 以上あるのね。50% 以上もあるんですか、初回潜伏がね。ははは、まあ、演出自体は面白かったですけど、はい、でもゴジラの方がボーッと打てるかな。そうですね。ということでゴジラの勝ち。やったさあ、やった、今日の使いね発表していきますよ。私の方が、はい、使いが1万と500個、はい、出玉が0、マイナス1万と500個。はい、いや、結構何連敗ですか？俺3連敗。3連敗。ちょっとスランプですね。前回さ、はい、気持ちよく勝ったのにね、はい、全部持ってかれましたよ。そうですね、私出た時はそうです。途中で私バッジも外しましたからね。あ、これだと思って。本当だ。でも変わらなかったです。変わらなかったでしょ？変わらなかったらつけといてもよかったです。つけた方がいいですよ、皆さん。ぜひですね、はい、一緒に突撃してくれる方、現在募集中でございます、はい、ね、今回はまあ負けちゃいましたけど、はい、ね、次回頑張りますんで、またさやかさんもね、また来ていただいて。そうですね、またぜひお願いします。今日はちょっと負けちゃったけど、はい、ちょっとね、レイちゃんに恵まれなかったということで。そうです ね、次回出た時にはまた爆裂させたいと思います、ね、まあこれがね、パチンコですよ。まあね、ありますかね、パチンコはね。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。最近ちょっとね調子悪いですけど、もうちょっとね立ち回りの幅を広げて、今後頑張っていきたいと思います。ぜひね応援のほどよろしくお願いいたします、はい、それでは皆さんさよなら。さよなら。